皆さんこんばんは。この前ホタテのバター焼きを食べたところ、なんか食べた瞬間にジャリって口の中鳴ったんで、なんだろうなってよく見たら、洗い残しがされた砂が中に入ってました。元男の子の青木かのんです。よし、タイトルにもありますが、私青木かのんのこのチャンネルは開設して約じゃないわ6年目になりました。支えてくださってる皆様、本当にありがとうございます。何をやってもすぐに投げ出してしまうタイプの人間がここまで継続してるっていうのは、本当日々見てくださる視聴者さん、コメントもそうだし評価も、まあ、そういう皆さんからのアクションがなかったらモチベーションなんて保てないんですよ、人間なんて。だから本当に皆さんに感謝しております。でですね、今回私がこの動画で何を話したいかというと、6年目で、あとは専業の YouTuber っていうことなんで、どんな風に考えてやってきたかとか、どんなところが大変だったとか、まあそういったことをちょっとざっくばらに話してければなと思います。今回の動画はじゃあどんな層に向けて作ってるかというと、私のことがもう好きで好きでたまらないあのファンの方、そして、まあ、YouTube ってどんな感じなのみたいな、そういうところを気になる方、まあその2パターンの人たちには楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってます。最後まで見ちゃってもらえると嬉しいぜ。まずですね、1つ目なんですけども、時代に合わせた変化が大切だなと私は思いました。過去の動画に行くほど私気持ち悪くなっていくんですよね。2017年とかもやばすぎて、喋ってる声がひそひそ声みたいな、なんか耳元に息吹きかけてくるんじゃねみたいな、いうちょっと聞く人によってうーみたいな、なんかそういう喋り方をずっとしてたんですよ。チャンネル登録してくれると嬉しいな。カチャカチャカチャ。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。でそれはなぜかっていうと、当時音フェチとかさ、 ASMR ですよね、今で言うと、それがすごいなんかぐわーってなんか人気急上昇になり始めた時期だったんで、まあ、それを私は取り入れたんですよね。日常動画に取り入れるっていう、音フェチだったら音フェチの動画、日常動画だったら日常動画でやればよかったものを、私はそう言ってやってから賛否両論あったんですよね。ただちょっとやり続けてたっていう時期もありました。もっと遡ると2014年とか、まあ、私がチャンネルをこの解説した当初ですよね。もう知名度もゼロ、ツイッターフォロワーとかもまあ全然ゼロ、もう影響力が全くない人が YouTube 一から始めるとなると、流行りに便乗してそれで検索に引っかかって、要は流行りに対しての小判詰め方式を取るしかないんですよ。で当時私が獲物にしたのがプラレールっていう、はい、この木は加藤の値段が1260円のジオラマ用の木です。こちらこんな感じの板、緑の横90縦60の板、カーブレール、駅とポイントレールと木、ね、あんまり広くないけど十分かな。頑張って、もうちょっとだよ。わかった、かっこいいね。ニューハーカノンジオラマシリーズ第1弾は木と緑のマットを並べてやってみました。プラレルお姉さんだったんですよ。初期の頃ってもうおもちゃレビューをひたすらしてるの、まあ、当時は幼稚園の男の子とかが遊ぶような電車のおもちゃを出すことでめっちゃみんな爆伸びしてたんですよ、 YouTube って。でそれを私半年間やったら、もうありがたいことに1000人ぐらい行ったんですよね。素人が0から1000人するって大変なんですよ。多分今の私のこの31万人から31万1000人にするには、その最初の頃より全然労力が必要ないんですよ。もうベースがあるから。だから0から1000にするのは大変っていうことだから、うん、そこはプラレールさん踏み台にして行きましたよ、私は。二つ目、継続力です。
私毎日投稿ではないんですけども、約週4投稿今させていただいてて、継続力ってかなり大事だなと思ってて、1年に1回とかしか動画出さない人と比べたら、週に例えば 2,3 回出してる人の方がなんかとっつきやすさがつくっていうか、まあ、そこもあるんですけども、 YouTube ってなんか100本出してからスタートラインだみたいな、なんかよく言うんですよ。あながち間違ってないなと思ってて、とりあえず動画を出すことで、まあ、中身あれですよ、ちゃんと作るのが前提ですよ。100本出すと、そのうちの例えば 1,2 本1000回とか、98本の動画よりもその出した2本が世間が求めてるっていうか、あ、伸びやすいんだなみたいな、どんどん頭にインプットされていくんですよ。でそれ以外のめちゃめちゃ再生数取れなかったやつはもう、あ、これからや別にやんなくてもいいんだなみたいな感じで選別できるじゃないですか。なのでおすすめです。3つ目、これもめちゃめちゃ重要だなと思ったのが悩み解決、まあ、これ私もまだできてないことだと思うんですけども、私のチャンネルの場合だと、例えば性別これから女の子に変わっていきたいって人だったら、私の動画見てくれてることで解決するわけじゃないですか。あとは世間から元男の子ってどんな生き方してんのとかも、多分すごい大っぴらに話すっていうことで疑問が解決されることによって再生がこうやって伴ってくるわけですよね。なので誰得動画をなるべく上げないようにするっていう、暇つぶしってなんか暇を解決したいわけじゃないですか。それで悩みじゃないですか。楽しい動画見ることで悩みが解決されるっていう、多分この3つをやってれば、運が良ければ YouTuber へのこのうまい波に、ね、乗っかれるかもしれないし、まあ、近道としてはこの3つがすごい有効な手段だなと私は思って、今も考えながらやってます。果たしてできてるかどうかは分かんないですけども。そして私のこの YouTuber を6年間やって感想ですよね。何動画だよこの動画って感じでしょ。いや、これこそ誰得動画になりかけないですけども、まあいろんな動画でも言ってると思うんですけども、私はですね、 YouTuber をやろうと思って YouTube やってなかったんですよ、最初の頃は。もともと歌を歌いたくて、ちょっとお恥ずかしいんですけど歌手になりたかったんですよ。いろんなライブハウスとかに行ってチケットを売ったりとかしてたんですけども、全然売れなくて、他の歌手の人たちは10人とか20人呼んで、私だけ0人。やばいぞ自分、どうしたらいいかな。有名になればいいんだ。知名度という土台を YouTube で作ろうっていうので最初始めたんですよね。いろいろ活動してたら、ありがたいことで2015年ぐらいの頃ですかね、約1年目ぐらいの段階でかな、テレビに声をかけていただきまして、ちょこちょこテレビ番組とかも出させていただいたんですね。もう私の中でその当時は YouTube やる熱が冷めちゃったんですよ。 YouTube よりも上のプラットフォームに行けたんだみたいな。その当時はもう YouTube 全然更新しなくなったし、あんまり良くないかもしれないんですけども、そのテレビ出た当時は YouTube ってもうやるかやみたいな、そんな安っぽいことしたくないわみたいな、ちょっと天狗になりかけた時期あって、こんな今まで実績何にも積めてない私でさえ思ってるから、多分上にいるそのテレビ至上主義の人たちはそう思ってるんですよ、もっと強く。で私はそう言ったんですけども、実力ないものはどんどんこうテレビに切り捨てられていくみたいな、まあ私は見ての通り実力がなかったので、自分のやりたいことはもちろんできないし、いろんなしがらみですよね。そこに私は疲弊していったんですよね。あ、もう私はテレビ無理だと。テレビの仕事がなくなって、あ、番組はその時打ち切りになったから、だからもう本当無職ですよ。それで私はまた YouTube に戻ってきたんですよ。本当都合のいいやつでしょ。で100本200本300本とこうバンバン作っていって、そっから今に至るって感じですね。だいぶ最後はしゃりましたけども、私が思ったのは、テレビもテレビですごいいいところではあると思うんですよ、実力があればのことですよ。じゃあ逆に YouTuber、 じゃあ実力ないやつがやるのかって言ったら、そうじゃなくて、どっちが合ってるかなんですよね多分。ソロプレイがいけるかチームプレイがいけるかっていう、多分それの違いだと思うんですけども、でやっていくうちに、いや YouTube 最高だなって私はそっから思うようになったんですよね。テレビっていうのは限られた例えば10分の枠をみんなで奪い合うわけですよね、発言するところとかタイミングとか。今の YouTube のチャンネルっていうのは10分だったら全部10分丸々自分がアピールできるって、それって最高だなって思ったんですよ。だから私はこれからも YouTube やめるつもりはないですし、これからもどんどんいろんなことにチャレンジしていきたいなと思ったんですよね。大変なこともありますよ。だって性別トークとかもそうですけども、まあ、あんなにバンバン出してたらそれはネタつきますよ。ネタがつかないのは視聴者さんからの質問があるから続けていけるっていう、まあ、視聴者さんに支えられて私は今こういう活動できてるんですよね。
これから先ですね、まあ、次7年目ですよね、どうなっていきたいかっていうと、まず年内50万人登録いきたいです。夏までに40万登録、まあ、それを目標に掲げて頑張っていきたいのと、あとはリアルイベントもそうですけども、もう少し今よりも一つ一つの動画にクオリティを上げていきたい、中身がある動画にしたいなって思いました。見た人が1年後2年後と、あの動画こうだったよねって、あの覚えていってもらえるような動画を日々作っていきたいなと私は思いました。引き続き青木かのんのチャンネル応援よろしくお願いいたします。少しでも今回の動画良かったと思っていただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。 Thank you.